臼井麗華のツアー初優勝により、渋野日向子が驚きました。渋野日向子は、臼井麗華のツアー初優勝に驚きを隠せませんでした。競技が中止された瞬間、彼女は競技の再開を待ちわびていたものの、残念ながら競技が中止となりました。この出来事に対して、重野は感慨深い思いを抱きながらも、臼井の快挙に心から祝福の意を示しました。彼女の驚きと同時に、競技の中止や結果に対する悔しさも感じていたことでしょう。しかし、彼女は次なる大会での活躍に向けて、より一層の努力を誓いました。24日、女子ゴルフのアクサレディス最終日は、雨によるコースコンディションの悪化で中止されました。午前10時50分に、最終ラウンドの中止が決定され、前日までの競技で通算13アンダーで首位に立っていた臼井麗華がツアー初優勝を果たしました。これにより、1998年生まれの黄金世代のツアー優勝者は14人目となりました。最終日のスタートを待つ臼井は、クラブハウスで競技中止のアナウンスを聞いた瞬間、涙が溢れました。彼女が初めて単独首位で迎えた最終日のイメージは、18番グリーンでパットを決めて手を挙げる場面で、まるで宝塚の舞台に立つかのような感覚があったそうです。黄金世代の仲間たちとの競争には、プレッシャーもありましたが、渋野日向子との同組ラウンド中にカメラのシャッター音が彼女のスイングを妨げても、重野が優しく励ましてくれたことで心を落ち着かせました。しかし、彼女のプロゴルファーとしての道は順風満帆ではありませんでした。シード権を手に入れたものの、わずか1シーズンで失ってしまい、ゴルフの方向性に迷い、練習中に泣きながら挑んだ時期もありました。しかし、それでも彼女は乗り越え、スイングを改善し、コンパクトで効果的なスイングに変えました。19歳の時に書いた未来予想図では、21歳で初優勝し、27歳で賞金女王になることを目標としていました。彼女はこの初優勝が奇跡だと言われないように、次の勝利を目指して日々努力し続けることを誓いました。彼女は自力での出場資格がなかったため、主催者の推薦での出場でしたが、その壁を乗り越えての初優勝となりました。この優勝は、黄金世代の中でも特に競争が激しい中での勝利であり、彼女の才能と努力を示すものでした。彼女はまだまだ夢を追い続け、次なる目標に向かって進んでいます。彼女の初優勝は、多くの人々の努力とサポートの結果であり、彼女にとって非常に意義深いものでした。彼女はこの優勝が奇跡と呼ばれないように、次なる目標に向けて努力を惜しまず続けることを決意しています。彼女のゴルフキャリアにおける苦難や挑戦は、彼女の強さと決意を証明するものでした。彼女は、自分の個性を活かしながら、スポーツ界での成功を目指しています。批判や非難も受けながらも、彼女は自分の道を進んでいます。彼女の勝利は、彼女の信念と努力の賜物であり、将来の成功への道を切り開いたものです。彼女は、今後もトップスターを目指して努力を続けることで、自分の夢を実現していくでしょう。これからも、臼井麗華の活躍に期待が高まります。彼女のゴルフキャリアがさらなる成功を収めることを願っています。臼井麗華のツアー初優勝から得られるいくつかの結論や教訓があります。努力と忍耐の重要性、臼井麗華は、困難な時期や挫折を経験しながらも、ゴルフキャリアを諦めることなく、努力と忍耐を貫きました。彼女の成功は、長期間にわたる努力と継続的な取り組みの結果です。信念を持つことの重要性、彼女の成功は、自身の能力と信念を信じることから生まれました。彼女は自分の目標を明確にし、それに向かって確固たる信念を持って取り組みました。チャンスを生かすことの重要性、臼井麗華は、シード権を失った後も、再起を図り、チャンスをつかみました。彼女は自分の能力を信じ、主催者の推薦での出場権を得て、そのチャンスを最大限に活かしました。継続的な成長と改善、臼井麗華は、常に自己成長とスキル向上を追求しました。
彼女は自らのスイングを改善し、技術を磨くために努力し続けました。これは成功に不可欠な要素であり、彼女の例から学ぶことができます。周囲のサポートの重要性、彼女の成功には多くの人々のサポートが欠かせませんでした。コーチやチームメイト、家族やファンの支援が彼女を支え、成功への道を切り開くことに貢献しました。これらの結論と教訓は、臼井麗華の成功から得られるものであり、他の人々も彼女の経験から学び、自身の目標達成に役立てることができます。